ちょっとねムラムラしてきた。うん、もちろん私もですよもちろん私もですよ、そりゃムラムラしてきましたよ。もちろんですよ、そりゃお酒も飲んでるし、そう、お酒も飲んでるし、こんだけそんなことばっかり言ってたらねそりゃそうなりますよ、人間は。本当ですか？ええ棒状でだんだん熱くなって先っちょを加えると白いものを出すといいですね。出し終わると小さくなるもん、これ綺麗な問題ですね。いいですね。この綺麗な問題って何なんでしょう。いやもう私はあんま答え、ちゃんとした答え聞いてないからねそうなの、これタバコですよ、これこうっていうのだけが頭の中にあるからそれちょっと気になるんですけど、どういう気持ちなんですかね、その満喫でずっと何回も「チッコ」って言わされるっていう。でもなんかいいムラムラする何回も言わされてるとさすがになんかもうね、もぐらさん欲しがりだなと思ってまた言わせるのみたいなまた言わせるの了解です、ご心配なくそこら辺は信じてくれ。あれね、でもね、先に前枠やってよかった。うん、まあそうだよね。だって自分のね、そのパートがあるから多分不安だと思うんですよ。不安っていうか、ね、ちょっとエッチな気分になってきてるから言いやすい。あ、よかったー。これ役得だな、でも。確かにそうかもしれない。これ絶対あれだよ。はるちゃんにこれ言われたい。っていう男子めっちゃいっぱいいるよ。本当ですか？うん、これ多分この動画見た男子の全ての敵だよ、きっと俺は。本当よかった。ああ、美味しいな。楽得だな。やってよかったな。うん。なんか私ね、もぐらさん聞きたいことあるんだけど。これしかもオフレコの方で、はい、どうぞどうぞどうぞ。普通にこれ順番の問題で、順番の、はい、あえぐシーンが結構出てくるとこってあります？はい、あります。それいつ？ですね、ちなみに次第5話の、後枠で、はい、第6話の予告をするんですが、うん、第6話で四つん這いが出てきます。それであとか言いましたっけ？はい、初めての喘ぎが第6話ですね。あ、じゃあそれでやろう。それのやつでやろう。なので、まあ次回ハルさんがなんと喘いでしまいますよっていうのを次の後枠で撮ります。あ、じゃあそれもう決まった。どれやるか。あ、決まりました。決まっちゃった。じゃあ第5話の後枠撮りましょうか。はい。ちょっと待ってください。今ね、お酒がこぼれた。よいしょ。ティッシュを近くに置いとこう。一応な。何のため？ちょっとマイクから遠いから今。はい、戻ってきましたよ。何のため？何のため？こぼれた時のようにさ、いろいろな。もぐらさんからこぼれた時のためかな。そう。こぼれるかもしれない。よし。じゃあね。私が11話まで終わりましたね。次はあることを言うんで、はい、そうなんですね、そうなんですかって言ってください。そうなんですかって聞けばいいんですか？そうなんですねみたいな感じ。あ、そうだったんですねみたいな感じでいいです。あ、そうだったんですかって感じです。そういう感じで聞き返す感じで、そう、了解しました。言ってください。はい、じゃあ私も一応ちょっと待ってください。カンペの方を見て、次回は次回はあんま面白くないんだ。了解。はい。ベーシストって右手のね指がすごい、いい感じに動くわけですよ。そうですよね。他のね楽器弾いてる方に比べたら、だから私もね右手の動きはなかなかこうものすごい動きをしてると思ってはいるんですが、残念ながら。そういったことは今までないんですね。私はドラムだからな。あ、ドラムなんだ。うん。ドラマーなんですか？私ドラムちょっとやってました。へえ。じゃあもうスティックを握るのが得意だっていうことだね。そうなんですよ、スティック握るの大好きなの。スティック握るのが大好きですか。そう言っちゃいます。私元ドラマーなんですよねとか言って。それやりましょうよ。それやりましょうよ。せっかくだから。私ベーシストですよって。もぐらさんのスティック握りたいって言います。ああ、それいいですね。それもうそれ一個できたじゃないですか。今の良かった。もう最高ですよ。最高ですよそれ。素晴らしいよ。じゃあ次それでいきますか。あ、それでいきましょう。せっかくですから。はい。降りてきたからせっかく。降りてきたからね。うん